ザブラック・ダリア・マーダーは2000年にアメリカ合衆国ミシガン州デトロイトで結成されたメロディックデスメタルバンド。略称は主に TBDM、日本でのみ、ブラダリなど。2001年にブライアン・エスクバックとコリー・グレーディによって結成される。その後トレバー・スターなどが加入し曲作りを開始。この頃はこの他のメンバーは流動的だった。 そしてデイビッドロックとジョン・ケンパイネンが加入し、初期のラインナップが完成。同年、デモ、ホワット、A ホリブルナイトツーハバカーズをリリース。2002年、デモ、デモ2002をリリース。さらにルベローストレコーズから4曲入りの EP、A コールドブラッテッドエピタフをリリース。このデモがきっかけで、新人ながらも、アメリカの名門メタルレーベル、メタルブレードレコーズと契約。 2003年にファーストアルバム、アンハロードをリリースしデビューする。2004年に結成時のメンバーでドラマーのコリーが脱退。翌年、新たにザック・ギブソンが加入し、セカンドアルバム、ミ妻ズマをリリース。その年の暮れにスウェーデンのデスラッシュバンドインピオスとのメタルブレードジャパンツアーが決定した。同年11月、ドラマーの ザックとベーシストのデイビッドがバンドを脱退。バート・ウィリアムスが加入する。しかし、公認のドラマーが結局見つからず、ヘルプとしてエンジェル・コープス、ナイルで活動していたトニー・ラウリーのがツアーに参加する。この他、ロックフェスティバル・オズ・フェストのセカンドステージにも出演した。2006年にはツアーにピエール・ラングロワが参加。また、同年にはダイイング・フィータス、 ヘイトエターナルなどで活動していたケビンタリーがライブに参加した。同年にはラウトパーク06にて2度目の来日を果たしている。その後、元オールザットリメインズで活動していたシャノン・ルーカスが加入した。2007年、サードアルバムノクターナルをリリース。2008年、初期からメンバーとして活動していたギタリストのジョンが脱退。代わってライアン・ナイトが加入した。 翌年にリリースされたライブ DVD マジェスティではメンバーとのあっさりとした別れのシーンが収録されているがインタビューでトレバーは実際はもっと後味の悪い別れだったと語っている。ジョンはバンドを辞める際に自分の代わりとなるギタリストを事前に用意しておりバンドに彼を紹介するのと入れ替わりに出て行ってしまったという。 バンドは紹介されたギタリストに納得がいかなかったので、ジョンだった以後に行われた、いくつかのライブは、リードギターを除く4人で行ったという。2009年、フォースアルバム、デフローレイと、バンド初のライブ DVD となる、マジェスティをリリース。フォースアルバム収録曲ネクロポリスは、ゲームセインツロー、ザサードに使用されている。2010年には、アンアース、イーチオブザデイズとの、 メタルブレードジャパンツアーが決定。3度目の来日公演を行った。2011年、フィフスアルバム、リチュアルをリリース。2012年、2月にニュークリアー・アソルトと共に来日。4度目の来日公演を行った。同年には、ベーシストのバートとドラマーのシャロンが脱退。マックス・ラベルとアラン・キャシディが加入した。2013年、シックスアルバム、エヴァー・ブラックをリリース。 2014年、Into Zyber Black 2014ジャパニーズツアーにて、フレッシュゴッドアポカリープス、y リューセンテッドテンションズ・アライズと共に来日。2015年、セブンスアルバムアビズマルをリリース。バンド名の由来は1947年にアメリカ合衆国ロサンゼルスで起こった殺人事件に由来する。この事件では、ブラックダリアという通称で知られていた。 エリザベス・ショートが上半身と下半身をまぶたつに切断され、血や内臓をすべてきれいに取り除かれた上、口を十字に切り裂かれた状態で発見されるという、凄惨な事件であった。この内容に衝撃を受け、バンド名には、もってこいだとメンバーが思い決定した。ザ・ブラック・ダリア・マーダーのメンバーは、その音楽とは裏腹に全体的にコミカルな雰囲気で、ある。プロモーション写真。 ビデオではふざけ合う姿が多く収録されている。来日を果たす前には、普段メンバー同士での話し合いをする機会が少なかった、ために各人が今まで押し込めてきた感情が爆発、一時期トレバーがバンドを抜けるという事態にも陥ったことがある。しかし、その後彼らは和解し、以前よりも関係は良くなったとのこと。デモアルバムビデオ、ありがとうございます。